ひひえい、どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。このチャンネルは公開前の映画を試写で見て紹介したり、映画館でやってる映画を見に行って紹介するチャンネルですが、今日は月一恒例です、東京ミルク放送局さんとのコラボでやってますね。今月9月公開の映画で気になる5本です。今回は何を選んだのか、基本的に試写で見てないやつ、まあ今回は試写で見たやつが1本入ってるんですけど、で情報あまり入れてないですね。だからその作品の内容的には細かく言わないんですが、予告編もしくはチラシの印象でちょっと見たいなっていうのを選んでいます。それではどうぞ。タタンのおじさん、タタンのおじさん、タタンのおじさん、どうも、はい、来ました、月一恒例の、はい、よろしくお願いします。9月、はい、気になる映画、公開映画で気になる映画、はい、5本です、はい、5本、はい、よろしくお願いします。そしてコラボ、東京ミルク放送局さんとの、はい、はいはい、東京ミルク放送局のちゃんまつスカイウォーカーです。よい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 よ、はい、ということで、じゃあ今日行きましょう。はい、もうサクサクっていきましょうね。10月で、あ、違う、9月か、9月ですよ、9月、はい、9月ですね。はい、じゃあ1本目です。ですね、ドラキュラどういうイメージありますかね。ドラキュラはだって怖いじゃないですか。チース、不老不死、うん、死なない、あとね、タキシードとか、ああタキシードね、はい、棺の中に、紳士的とか、棺の中に入ってる、入ってるとか、ね、怪物くんのドラキュラのイメージ、そうでしょ、はい、あのイメージが多くて、映画もそれがほぼですよね。本当に怖いドラキュラの映画が来ます。はい、これですね、ドラキュラ、あ、本当だ、本当に怖い、デメテル号最後の公開本当に怖いって書いちゃったもん。9月、本当に怖いっていうかチャーター便デメテル号がルーマニア発で英国行きがあるんですね。船、あ、はい、で、まあ荷物を運ぶ船らしいのよ。はいはいはい。で、積み荷もうなんかな、大きい木の箱が50個、うんうん、内容物は無記名なのよね怪しすぎる。で、まず気がついたら箱がちょっと壊れてるんだよ、はいはい、横の方が、ね、はい、で、予告編見たらワンちゃんが犠牲になってるわけですね予告編見ると本当に怖いドラキュラが、怖いというかもう紳士じゃない、タキシードなんか、タキシードのタの字もない、あ、もう完全にモンスターなんですね。完全にモンスターの、姿の、はい、ドラキュラがチラッと出ます、はい、去年なんか MCU のやつもあれも一応ドラキュラですよね。なんか全然売れなかったやつ、あー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 あれね、ドラキュラ、そうですね、設定上ね、設定上、でもあの人も医者だったし、あ、確かに紳士だったんで、人間はできてましたね、あいつは。そうそういうんじゃないと。でもね、変身した後は似てるんじゃないかな、あ、はいはい、ドラキュラ、本当に怖い吸血鬼伝説ですね本当に怖いって言っちゃったもん、私これ見に行きます、はい、2本目です、はい、2本目韓国映画コーナー、はい、来ました。ですね、もうパリピ男、はい、もう合コンだとかね、みんなさ、やるぞって言ったのが80歳のおじいさんが、はい、俺ポルシャ持ってるんだと、はい、ちょっと運転してくんねえかと。で、まあ予告編ではなかったけど、きっと運転最後までしてくれたらポリシーあげるよとか言った、そういうね、はい、分かんない、これは、はい、で、ここと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 ここ行くからちょっと順番に行ってくれって言ったら、最初のとこ行ったらそこで人殺してるんだよ。あ、何、おじいさんが、おじいさんがはいはいはい。で、次行っても殺してんの、むちゃくちゃ最悪じゃないですかね、むちゃくちゃ最悪じゃないですか、はい、で、そのおじいさんは60年前に恨みで復讐してるの。でもおじいさんがアルツハイマーだから忘れちゃうわけよ、はい、忘れない前に復讐をしていくっていうんでどうやって忘れないかっていうと、この指に一個ずつ復讐の名前が書いてある入れ墨が書いてあるみたいな復讐の記憶ってやつですね。あ、なんかこ、あ、韓国映画ですね、韓国映画、
ありましたね、こういうのね。なんか忘れちゃうやつね。めちゃめちゃ横顔見たら、はい、最初の5秒ぐらいパリピーシーンですよ、はい。ちょっと気持ち萎えるわけですね。その後からもうドス黒くなってくから。めちゃめちゃ面白い。気になりますね。復讐の記面白そうですね。今回です、はい。3本目です、はい、!3 本目はね、もう、あれですね、もう話題になってます。アステロイドシティです。アステロイドシティ、あ、はい。これはもう、ね、メスさん出すんですね。はい。アンちゃんのやつね。アステロイドシティというところに、天才の5人の子供が、はい、もう宇宙開発の街で。でもこれ、このよ、チラシのこの絵でね、うん、面白そうなのが伝わってきちゃうんです。で、天才少年少女5人と宇宙人がやってきたみたいな。はいはい。今回宇宙人が出てくるんですね。宇宙人が一人来ちゃう。一人とはなんか。宇宙人か。うん。これは気になるな。予告編には出てませんでした。宇宙人は。宇宙人は気になるな。すごいおしゃれだよね、これ。ね、宇宙人って言われちゃうともう、そう。止まんないんだよな。止まんない？うん、宇宙人だろ。うん。ね、これ、はい、アステロイドですね、はい、そして4本目、はい、今回これがダークホースじゃないかという、はい、ビギあーはい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 、なんかこれ聞きましたよ。もうピギーなんて呼ばせないと。もう豚とは呼ぶんじゃない、小豚なんて呼ばせないと、はい、ね、翌限見た時はもう本当にいじめられるわけ。あ、この子が、うん、はい、同級生に、はい、ブタ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 っつって、それをある男が遠くからいつも見てるわけ、はい、でその男がその同級生を誘拐するわけ。助けてピギー、助けてピギーって車の、ね、後ろの子を助けてって、ピギーはどうするかという、全然助けないでしょ、だってもう真っ赤っかじゃないですか。え、背中とかお尻の方、後ろ見せましょうか、もっと真っ赤っかですよ、ええ、絶対助けないやつじゃないですか、ええ、ピギー。で、これね、エクストリームなんですけど、三段線予選で話題沸騰になったんですよ。もう必ず見に行きます。これ9月22日公開ですね。はい、ピギー。そしてラストです。はい、ラスト。もうラストはこれですよ。まあ、これ見ると思うんですけど、ね、白石浩二監督、先日怪奇ワールド怖すぎ、9月8日です。僕見ましたが、傑作です。うん、1週間ね、うん、ずっとこの前のやつを見てるんですよね。でももうあれですもんね、これこういう感じの、白石浩二監督はとはもう、ま、最初に作ってきた中だもんね。だからね、うん、知り合いが出てる問題と、うん、知り合いがスタッフにいる問題が、あ、それは問題じゃないのか、思ってるより見直すと出てるしいるっていう。なるほど、はいはいはい、それがね、はい、見ててくだらなくて最高なんです。はいはいはい、何やってんだこの人っていう、うん、で7年ぶりなんで、はい、そのメインの、はいはい、あの2人ね、あの2人が、はい、格が上がってます。プロデューサーとディレクターになってます。あの会社あの2人しかいないじゃないですか。前ディレクターと AD でしたっけ。そうそうそう、でね、それがプロデューサーとディレクター、ディレクターになってます。でもあの2人なんでしょうね、はい。で、女性が新しい新人がやるとかじゃないんですよね、別に。で、女性がちょっと強くなってます。ああ、まあそれは前からです。はい、だんだん強くなってますから。でね、一番面白いのが、そのロケ地2つ、はいはいはい、廃墟みたいなところを使ったらしいんですけど、はい、まあ、場所は1つっていう、はい、設定なんですけど、1つが完全に亀止めの、あそこですよね、あそこなんですよ。あの分水器じゃない、水道局かなんか。そうそうそう、はいはい、で、水戸の方かなんか。普通ね、うん、あんまりその見た感じ、分かんないようにするじゃない。はい。もう見た感じ、完全に分かるようにするんですよ。そこでも1つ、入れてます。あ、なぜこういうふうに分かりやすく撮ってんのかって、撮ってんのかっていう。あ、じゃあ亀止めの話が出てくるのかな。亀止めの話は出てこないです。出てこない。うん、亀止めをそう自分が撮ったらこんな感じになるよ、あ、いいよっていうことなんですね。こういう、うん、あそこはあれなんですよね、無料なんですよね、撮影ロケ地代が。そうなんだ。へえ。無料って言い方あれだけど、ちゃんと市が紹介してくれるんで、市の名前をテロップに入れれば、うん、うんうんうん、っていうのもあるけど、全くそういうの関係なく、白石浩二監督が自由に作ってる。やっぱり才能ある人は違うな。この本です。ドラキュラデメテル号最後の航海復讐の記憶アステロイドシティピギー、
怖すぎ。さあ、どうしましょう。どうしよう。どうしましょう。まあこれ見に行くんですけど、あえてこれ見、これ選んでもいいし、まああのね、自分が知らない映画を見に行くのもいいし、さあ、ダン！ピギー。きたの感じでやってますんで、はい、分かりました。ピギーで9月22日なんで、まあ、下旬なんで、これはね、はい、僕はねちょっとすっごい楽しみにしてます。あの怖すぎは見に行きます、うん、見に行きますね。これこうやって来月ちょっとやりましょう。はい、まあね、あの北の内くん時もやって、僕の時もやってみたいな感じで、全然ピギー行きましょう。ピギー行きましょう、はい、ピギーよろしくお願いします、はい。では来月の東京ミルク放送局さんとの、コラボで、はい、東京ミルク放送局さんのチャンネルでピギーの答え合わせをしていきたいと思いますね。はい、はい、それではこれからもいろんな作品紹介していきます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はちゃんまつスカイウォーカーでした。ありがとうございました。冷蔵庫マンヒエヒエ、ただのおじさん。